さいたま市花火大会が今夜市内4カ所で行われ、およそ4000発の花火が2年ぶりに夏の夜空を彩りました。今年は緊急事態宣言が続くため、事前に打ち上げ日時も場所も明らかにせず、テレビなどで後日楽しんでもらうステイホーム花火大会になりました。花火大会は午後7時半に始まり、大宮区のレジデンシャルスタジアム北側と岩槻区の岩槻文化公園、緑区の東浦和大間木公園、桜区の荒川総合運動公園の市内4カ所でそれぞれ5分間にわたり1000発ずつ打ち上げられました。去年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で開催が中止になりました。しかし大会事務局の埼玉観光国際協会は2年連続で中止にできないとして、人が密集しないよう無観客で実施する方法を検討してきました。今夜の花火大会の模様は今月28日土曜日午後6時半から7時までテレビ埼玉の特別番組で放送します。また放送と同時に埼玉観光国際協会の YouTube でも見ることができます。